したんですか？ああ、殴られて運び込まれた若い女性がいるんだ。レイプされた。それじゃあこれで失礼するわ。そうか、また会いましょうね、ルチアーノ。ああ、今日は会えてよかった。さよなら。どうしたんだよ、オクタビオ。いえ、何でもないです。妹のメルンのことが頭に浮かんで。まさかそんなはずはないですよね。そうだよ。とにかく早いとこ、うちで風呂に入って留置所の匂いを落としたいんですよ。ルチアーノ先生、本当にありがとう。いや、お礼なんて仕事なんだから。君もいろいろありがとう、マリス。なあ、オクタビオ、君が釈放されて僕もとても嬉しいよ。よかったな、本当に。家まで送っていくわ。いや、いいんだよ、マリソル。これ以上面倒かけちゃ申し訳ないから、自分一人で帰る。ダメダメダメよ、私が送るわ。もう決めたの。何を言っても無駄。ありがとう。じゃあお願いする。じゃあね。君か。心臓が止まるかと思った。そりゃこっちのセリフだよ。さあ、こっち。ええ、どうしてここに？あなたに会いに来たの。何も言わなくていいわよ、事情は知ってるから。マルコスか。兄さんに聞いたんじゃなくて、あの時偶然そばにいたの。二人の話が聞こえてしまって。食べ物を持ってきたわ。ジュースとクロワッサンよ。ありがとう。これしか持ってこられなくて。これだけあれば十分さ。なあ、ベアトリス、頼みがある。このことは絶対誰にも言わないでくれる？もちろん言わないわ、あなたのお願いだもの。クラウディオはどうなさいますか？先走りすぎよ。まずは彼を探し出すの。処分はその後で考えればいいわ。そうですが、もう一人も探しませんと。お忘れではないと思います。もちろん忘れてないわ。マティアス、この前休みを取ったのはいつ？どういうことでしょう？確か言ってたわね、あの海辺の町に友達がいるって。会いに行ったらどう？仕事じゃなくて個人的な訪問よ。今日？明日に延ばす必要があるかしら。あなたがあの町に行ってお友達と会って話をして、それから町を散歩でもすればミッキーに会えるかもしれないわ。そしたら連れてきていいわね。ええ、それは素晴らしい。ああ、もうほらじっとしてなさい、セリーナ。すぐによくなるから。そんなこと言ったってすごく痛いんだもん。セリーナ、お前がいけないんだぞ。お前は間違ってるよ。あいつはお前が思ってるようなやつじゃない。うん、でもバッチリ現場を見たの間違いじゃないわ。大体何の関係もない女が留置所にまで会いに来る？それで怒りが爆発していつの間にかその女を殴ってた。それがいけないって言ってるんじゃないか。人を殴ってもいいだなんて誰から教わったの？そんなこと教えた覚えはないよ。そうだ、やっちゃいけないこと。こいつが分かるまで何千回でも言ってやってくれよ。お前やってることは最低だ。何よ、ひどいことばかり言って。もうやめてよ、母さん。ほっといて。私は悪いことしたなんて全然思ってないわ。へえ、あいつが知ったらどうなる？絶対許さないぞ。いいか、セリーナ、何度でも言ってやる。今度もお前が間違ってる。ねえ母さん、聞いたでしょ？オクタビオばっかりかばっちゃって、本当の兄さんじゃないみたい。お黙りなさい、セリーナ。二度とそんなこと口にするんじゃないよ。また騙されたわ。家に送るはずだったのに別の場所に連れてこられた。どうしてここに？海を見たくなったんだ、君と一緒に。マリソル、海はすごく力強い。俺の君への愛も同じだ。オクタビオ、やめて。いや、ダメだ。逃げようとしても無駄だよ。俺は絶対に君を離さない。
それができるのなら。それ本当かい？俺から離れたくない。ずっと愛し合えるように俺に遠くへ連れ去ってほしい。オクタビオ、君は俺のものになる。俺は君を連れ去って永遠に愛し続けるんだ。それが君の望みだろう。違う、違うわ。私怖い。でも何が怖いんだマリソル。俺は絶対君を傷つけない。不安なのよオクタビオ。不安って何や。私たちは違う、知ってるでしょ。俺が知ってるのは心の中で愛の炎が燃えてるってことだけだ。君もそうだろ。君は俺を愛してるんだから。何、何を笑ってるの。一緒に来てくれる。いい。ああ、また。嫌だはなし、怖いもなし。一緒に行かなきゃダメだ。嫌だはなしだよ、いいね。行こう。あっ、空。オクタビオ。ちょっと早めに来たんだ。もし寝てたら起こさなきゃと思って。そうか、わざわざ悪かったな。で、もう選手が来るのか。いや、まだだけど、用心しないとそろそろ来てもいい時間だし。心配ない、マルコス。俺はもうここを出る。あんたを探してる奴らが近くにいるかも。いないさ。ミキ、話してくれないのか。何も聞かないでくれ。とにかく、かくまってくれてありがとう。だけどさ、お母さんがものすごく心配してるよ。電話してあげたら。そうだな、後で電話かけるよ。でもまずはここを出なきゃ。いや、それよりみんなが集まってくるまで待った方がいい。そうすれば周りに人が増えてうまく出られるよ。どう思う。そうだな、マルコス。じゃあそうするよ。それから本当にありがとう。君らが助けてくれたことは忘れない。君らだって？どういうこと？他にも誰か？いや、誰もいないよ。その、ただの言い間違いさ。俺のことは気にしないでくれ。パトリシアを大切にしろ。お前もな、リカルド。本気で言ってるんだ。しらばっくれるなよ、全部知ってるんだから。いいか、パトリシアと俺の問題だ。お前には何の関係もない。いや、関係ないわけないね。姉さんに止められてなかったら殴り飛ばしてるところだ。彼女と話したのか。もちろん話したさ。今どこだ。言えないな。会いたくないって。よく聞け。もう取り返しがつかないかもしれないぞ。わかった。頭を冷やせ。気をつけて、エリザベス。痛いわ。ずいぶんとひどい怪我をしたものよね。それもドアで。どうやったらドアでそんな怪我できるの。派手にぶつかったのよ。よくあること。私は一度もないけど。数え切れないほどドアを通ってるのに。だけど私はぶつかった。ドアにぶつかって怪我をしたのよ。分かった。分かりました。そんなに興奮しないでよ。悪かったわ。パトリシア、どうしたの。事故ですって。ドアにぶつかってしまったそうよ。事故じゃないんだろう。旦那がやったの。そうなの。
おい、言っとくけどな、あれはいい選手だぞ。俺の息子だから言うわけじゃない。まあ、打席に立っちゃすぐ分かるよ。大したもんだ。あら、こっちだ。元気か？そういえば、昔はお前もいい選手だったな。その通り。は父親に言ったわけだ。それでお前は、まだ家庭を持ってないのか？長いこと会ってなかったから、とっくに結婚してると思ってたぞ。まだだが、そのうちな。心配らんよ。そうか。なあ。うん、今でも例の女性に惚れてるのか。あの人だけを思い続けてることは知ってるだろ。彼女はもう俺の一部だ。だが何にもなしなんだろ。純愛か。なんだそれ、からかってるつもりか。いやいや、そうじゃない。怒るなよ、マティアス。だがお前ももういい年だし、時間が経つの早いぞ。ここまで待っても脈がなさそうなら別のを狙った方がいいんじゃないのか。どうだ。ん、心配らんよ。大丈夫だ。それに彼女には大きな恩が、大きな恩が。アルタグラシアはまだかしら。時期に戻るんじゃない。そうですか。彼女には会いたいけれど、オフィスに行かなければ。オフィスに。まさかあなたもう仕事に戻ってるの。ご主人を亡くしたばかりなのに。仕事をしてれば元気が出るし、辛いことも忘れられる。全てを忘れることはできないけどね。ヒメナ、来てくれて嬉しいわ。お元気かしら。なんとか、あなたの顔が見られて嬉しいわ。親友に会うと悲しみも和らぐの。あなたが来てると分かってればもっと早く帰ったのに。いいのよ、お母様が楽しいお相手になってくださってたから。ねえ、あの若者はどうなった。助けてあげられたの。ええ、ムニエカがうまく取り計らってくれて釈放されたわ。本当によかった。釈放。ごめんなさい、誰のこと。マリソルの誘拐事件に関係してた人のことよ。オクタビオカセレスよ。とても幸せ。もう一度言って。何度でも言ってほしいな。大きな声で。とっても幸せ、とっても幸せ。やっと幸せだって言ってくれたね。愛してるマリサル、叫びたいくらいだ。愛してるマリサル、愛してる。何やってんだオクタビオ。いや、フリア元気か。ああ、そっちは。元気さ。どうもベッピーさん。こんにちは。なあ、どこに行くんだい。家に帰るんだよ。見りゃ分かんだろう。それじゃあボートは。あっちに止めてあるよ。乗れる。なんでだ、乗りたいのかい。いいかな。フリアン、しばらく貸してくれよ。ああ、いいよ、好きに使え。ありがとう、フリアン。あっちにある。そんじゃな、ベッピーさん。さよなら、ほら。お幸せにな。今日は俺たちのためにある。私、わからない。いいのかしら。何も。何もしないって約束するよ、絶対だ。俺、君にキスもしないし、愛してるとも言わないし。無理なくせに。私も同じ。本当は何百回でも愛してるって言ってほしい。愛してる。そう、初めて会った時から。プエルトラクルスで船の上から君の姿を初めて見た時に感じた。分かったんだ。何が分かったの。君を愛してるって。ちょっと待って、あの事情がよく飲み込めないの。誘拐事件で警察が逮捕した人、あなたが釈放させたの。マリソルは彼が助けてくれたと。犯人たちの手から助けてくれたって。ええ、プエルトラクルスで監禁場所から助けてくれたそうよ。ああ、それはすごい話だわね。なかなかいい若者よ。だけど今後も彼からは目が離せないわ。だって
誘拐犯たちの顔を見てるんだから。そう、それで、あの町に住んでるの？ええ、そう、うちの子たちとも親しいのよ。あ、もう行かないと、遅くなってしまったわ。あら、でも、まだ全然お話ししてないのに。ごめんなさい、時間のある時に出直すわ。話はその時にゆっくりと。ああ、どうしても外せない用があるの。でも気をつけてね、見た目に騙されないようにしないと。注意した方がいいわ、そのオクタビオ。カセレス。ああ、そう、オクタビオ・カセレスに。いいぞ、走っていけよ。元気か？何を慌ててる？さてと、ベレーの服はこっちに積んでと。よし。ああ、ベレー、あなたのこの服一体どうしろっていうの？はっきり言うと邪魔なのよね。もしもし、ベレー。え？入院してる？俺に何の用だよ。なんで俺の後つける？おい待て、逃げるんじゃない。手を離せ。何するんだマティアス。いいから黙ってろ。どういうつもりなんだマティアス。気づけ。どうした？探し物は見つかったか？何を探してるんだ？黙れ、おとなしくしてろ。分かったか、お前はカットしやすいからな。最初は俺の後をつけて、次はバッグの中身か。そうだ、何もしてないけど怖くないだろ。マティアス、何が望みかはっきり言ってくれ。いや、俺じゃない、ヒメラさんだ。ヒメラさんがお前と話をしたいそうだ。伝言を残しておいたんだがな。いや、伝言なんか聞いてない。連絡ミスか？おかしいな。とにかく彼女と話をした方が身のためだ。嫌だと言ったらどうなる？俺がお前だったらそんなことは言わないな。俺と一緒に来た方がいい。これからすぐに。分かったか？俺のお姫様、愛する人、俺のマリセ、今もこれからもずっと、今もこれからもずっと。いいかい、そのまま目を閉じたままで俺の言うことを、俺の言葉を聞いてくれ。愛してるよマリサ。こんなに誰かを愛したのは初めてだ。ああ、君が欲しい。君を愛したい。
をもっと近くに感じたい。君はまるで神からの贈り物だ。天国にいるみたいだよ。きっと天国はこんなところだ。マカレナ、びっくりした。どうしたのよ、土曜日なのに。ええ、来週は何かと忙しくなりそうだから、できることはやっておこうと思って。でもどうして？いいでしょう、ここは私の会社なんだから。違う？それはよくわかってるけど、やりかけの仕事は大してないわよ、今のところは。そうね、でも仕事以外にもいろいろと時間を取られることがあるのよ。どれも完璧にやりたいの。顔を見ればわかるわよ、どういうことなのか。個人的なこと？ええ、個人的なことよ。獲物を狙ってる時の私がどうなるか知ってるでしょう。もしかして今狙ってるのはバイキング？シャロンったら今日は頭の回転が早いのね。ずいぶん勘がいいじゃない。いつも一緒に仕事をしてるのよ、わかるわ。あなたの言う通りよ、オクタビオ。私のバイキング、何があろうと彼をものにしてみせる。お友達はどうするの？マリソルは私のいとこと結婚するの。オクタビオとは何の関係もないわ。それから彼女にはこのこと言わないでよ。オクタビオのことは私の問題、自分のことは自分でするわ。もう君は俺のものだ。そうよ、誰のものでもない、あなたのもの。あなたとこうなることをずっと夢見てたわ。初めての相手は心の底から愛してる人って決めてた。愛してるわ、オクタビオ。綺麗だよ、マリソル。とても素敵だ。君は俺のもの。あなたの。どうしたの？思い出したんだ、君の結婚のこと。いいえ、結婚なんてできない。だってあなたのことこんなにも愛してるんですよ。あなた以外の人を愛せるわけがないわ。じゃあ俺の秘密を教えてあげるよ。行こう。どこへ？行けばわかる。さあ。すげえいい試合だったな、マルコス。お前本当に最高だったよ。ま、練習の成果ってやつさ、猛特訓してるからな。女の子たちがキャーキャー言ってたぞ。俺はピッチャーなのかな。マルコス。これをなあ、先に行っててすぐ追いつくから。あの女には気をつけろ。この前のこと覚えてるだろ？心配ないさ、ちゃんと分かってるから。ほらお前ら行けよ。オッケー、また後で。大丈夫だ。いや、アマンダ、時間は十分すぎるほどあげたわ。私も支払いをしなきゃならないの。あの、今は払えないんだ。払えない？
確かあなた私と約束したわね。あなたこう言ったはずよ、後で払うって。でしょ、もう時間切れなのよマルコス。だけどすぐに金は手に入らないよ。それを先に考えるんだったわね。お願い、もうちょっとだけ待ってよ。絶対何とかして払うから。いいえマルコス、もう待てない。私も催促されてんの、何が何でも払ってもらわないと。だからもう一日だって待てないわ。分かった、お金を払って今日中に。いいわねマルコス。ミッキー、怖がることないわ。銃を突きつけて連れてこられたのに。何もしないわよ。さあそれはどうだか。信用してくれないの。そういうわけじゃないけど、言ってみりゃ僕は誘拐されてきたんです。こいつはバッグの中まで漁って。そう、マティアスって抑えが効かなくなることがあるの。でも私のところへ来れば心配ないわ。僕に何の用なんです。僕とドライブにでも行きたくて呼び出したわけじゃないんでしょう。違うわよ。じゃあはっきり言ってください、僕をどうしたいんだ。マティアス。はい。これはプライベートな話になるから二人にして。これでいい？二人っきりよ。お話ししましょう。ここから入るんだ。頭を低くしないと岩にぶつかるよ。気をつけて。さ、大丈夫？大丈夫。ちょっと待ってて。信じられない。おとぎ話みたい。まだ小さかった頃にこの洞窟を見つけたんだ。何かあると必ずここに来る。悩みがある時や、とても素晴らしいことがあった時なんだ。秘密の場所なんだ。とても綺麗。まるで海に守られているようだわ。波が聞こえる？ええ。力強い波が激しく岩に打ち寄せて砕け散る。それでも波は押し寄せる。人生も同じだよマリス。君への愛に飲み込まれそうだ。オクタビオ、私をこんな気持ちにさせたのはあなただけ。まるで天国にいるみたい。ここは二人の場所だ。今までは俺一人の場所だったけど、これからは違う。思い出の場所になる。ここにいるのは君と俺だけ。ええ、オクタビオ。
あなたと私二人だけ。二人だけ。二人の言葉を石に刻み込もう。いいだろう。刻み込む？待ってて。そうだな、これでいい。一緒に誓おう。いいね。そしてダイヤモンドが2つなくなったの。あなたが店を辞めた日に。僕のことは知ってるでしょう。盗みなんかしないって。そうだけど、人間怒りで我を忘れると考えられないようなことをしてしまうのよ。でも僕は違う。それに正直言って、そんな話のために連れてこられたとは思えない。あなたのお母さんに頼まれたの。また雇ってくれないかって。そのために僕を強引に引っ張ってきた？やめてくださいよ。僕はバカじゃないんだ。私もよ。何が言いたいんですか？私がバカじゃないってことを決して忘れないようにしなさい。また私の元で働いてもらうから。ダイヤを盗んだんじゃないかと疑ってるのに、僕を仕事に戻すって言うんですか？また働いてもらうことにしたのは、あなたじゃない確信が持てたから。つまり今回のことは、僕があなたのものを持ってないか確かめるために？何か私のものを持ってるの？試合だったわね。やっぱり前の兄さんに欠けてたのは集中力だったのよ。今日で分かったでしょ。何をどうかしたの？何でもない。何でも、はあ、天使のお人形私にも見せて。いやダメだ、お前には見せられないんだ。月マドンナうるさい。マルコス兄さん、何よもう。永遠に俺のもの。永遠に私のもの。二人の愛は永遠に刻み込まれた。何がおかしい？体調が良くないんだよ。胸焼け胃酸型胃潰瘍。健康を気遣うのはいいことですが、所長何も酒瓶に牛乳入れなくても。構わんだろう。オクタビオカセレスの留置所から出したせいで胃の具合が余計悪くなったんだ。あまり考えすぎない方がいいんじゃないですか。まあ入る者がいれば出ていく者もいる。うん。しかしこの男はいつも事件の近くにいるだろう。イストリス、フェルトラクルスでの誘拐の時も、ん？それから奴は上院議員の息子が死んだ場所の近くに住んでいる。偶然だけでは片付けられん。確かに怪しいですね。うん、その通り。だが考えてみると、オクタビオを釈放したのはこっちにとってもメリットがある。どういうことかわかるか？奴は自由に動ける。我々を重要人物へ導いてくれるかもしれんぞ。
それにもう一つ有利なことが、実はオクタビオのうちのすぐそばに私の姉が住んでる。だからこっちも仕事がやりやすい。なるほど所長。あいつからは目が離せませんね。奴の動きを見張りましょう。ああなあイストリス、今私が頭を悩ませてる問題人物を知ってるか。カジエナだ。オクタビオがその名を口にした。イストリス、この裏には何か大きなものが隠されてるはずだ。カジエナ、誘拐事件、そして殺人、いずれにもオクタビオ・カセレスが何らかの形で絡んでる。はあ、面白くなりそうだ。あの誘拐事件の女の子はルチアーノ先生の妹。そうなんだよ、マリサル・パラシオスだ。ごいいだぞ、オリント。それ本当かよ、オクタビオ。まるで映画みたいな話じゃないか。まあ、フェル・トラクルスからカラカセ。本当なんだよ。前からお前には話そうと思ってたんだが、セリーナとのこともあってなかなか言い出せなかったんだ。だけどやっぱりお前は親友だから。そうか、そんなの気にすんな。ああ、好きになる気持ちは抑えられないからな。それはまあセリーナは俺の妹だけど。で、マリソルもお前よ。好き勝手、天にも昇る気持ちさ。神からの贈り物だ。だけどさ、うまくいかないんじゃないのか。どうしてだよ。え、なんでだ。そりゃ考えてもみろ、向こうは金持ちのお嬢さん、それに比べてお前は失業中の身だ。そんなの大したことじゃない。仕事にもつく、勉強もする。マリソルと一緒になるためなら何でも。分かったか。お前本当に恋してるな。恋じゃない、これは恋を超えたものだ。お前には想像もつかないようなもんだよ。幸せに水を差したくないが、あのことは。あのことってなんだよ。マリソルとだろうが他のことだろうが先に進める状況じゃないだろう。あの問題を忘れたのか。死んだ男のことだ。自首するって言ってたよな。おふくろさんのためにやめてるけど、病気が治ったらその時はどうするつもりなんだ。オリンと本当言うと、これからどうなるかは自分でもわからない。だけどこれだけは言える、マリソル・パラシオスは愛してるんだ。こんなに誰かを愛したことはない。オクタビオ、会えて嬉しいわ。今話せる。終わりよ。痛むかしら。それはいい兆候よ。必ず治るわ。痛くても我慢して、明日も同じ処置をしてちょうだい。頼むわね。はい。それじゃあ次の患者さんのところへ。また後で。また後でね。ベレン、誰がこんなひどいことを。まあいいか、興奮しないでくれよ。また大騒ぎして蹴ったり物を壊されたんじゃたまらないからな。そうさせるのはあなたじゃないの。よし、ストップストップ、そこまでだ。もうやめとけ。またやる気か。さあ家に帰ろう。帰るぞ。うるさいわね。一人で帰ればいいでしょ。私はオクタビオに話があるの。話はまた今度だ。このままだと何をするか分かったもんじゃない。帰るぞ。兄さん、手を離して私のことに干渉しないで。オクタビオのことはほっとけ。お前の結果はみんなもううんざりだ。ほら家に帰るぞ。何よ、実の妹にひどいことするのね。オクタビオと話をしなきゃ。行くぞ。さあ行け。今度は誰だよ。
マカレナ。こんにちは、オクタビオ。釈放されたって聞いたから会いに来たの。オクタビオと私には何の共通点もない、そう言いたいの？うん。でも本当にそうかしら？そうだよ、何を言ってるんだマリソル。オクタビオと付き合ってお前の将来はどうなる？ずっと続けられると思うのか？わからない。でも彼と一緒だと心が満たされるの。二人は違いすぎる。そんなの関係ない。私はこれまでオクタビオのような人に会ったことがなかったわ。とても純粋で、人に媚びを売ったりしないし、どんな時も周りの人と助け合う。兄さん、教育が必要だというのなら、これからは私がオクタビオを手助けするわ。マリソン、本気で言ってるのか？いいかい、お前が言おうとしていることは。私が言おうとしているのは、今日生まれて初めて心のままに行動したってこと。マリソル、お前一体どうしたんだ？何があった？兄さんには本当のこと言うわ。だから分かって、のぼせ上がってるわけじゃない、本気なの。そうか、つまり彼を愛してるんだな。ええ、そうなの。オクタビオを心から愛してる。だからリカルド・フェリーニとは結婚できないわ。今なんて言ったのマリソル？